韓国から指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。いや今日ね、ちょっとうちの地元のもごたごたしたんで、こんな夜暗くなっちゃいました。これから定例会なんですけどね、暗くなったところでみんなが今来るのを待ってる時に、動画を撮ります。今日のブログからね、まずね、ヨシキさんを SNS で脅迫したということで、何しろ代々木署か、代々木署が脅迫容疑で、その人を逮捕したと。まあ本気で殺す気なら言わないでやりますよ。だけどこういうことっていうのは、これヨシキさんだから有名人でね、こうやって取り上げられたけど、 YouTube なんかに出てて、ね、あこの人なんか鼻につくが、幸せそうだな、殺しちゃおうかななんていうのがさ、これから本当に出てきますよ。今までも出てるでしょ。もうとにかく刑務所行きたいから、死刑になりたいからなんていう、自暴自棄になってね、その理由は何だったら、理由はないわけで、幸せそうだから刺したなんていう人もいた。だからこういうことをやっぱりネット上も気をつける。でこれ政治家はしょうがない。政治家というのはある一つのこと、今僕もやってんだけど、一つのことを OK 出そうと、これに反対な人はみんな敵です。鈴木なんか敵だらけで、命狙われようが殺されようがね、射殺されようが、安倍さんお亡くなりになったけど、もうこれは政治家としては仕方ないっしょ、そういう職務なんだよ、だから、ただこれからね、根拠なき妬み恨みっていうのは有名人だけじゃない、ヨシキさんが有名だからっていうんじゃなくて、本当誰もが SNS で発信できるからこそ気をつけなきゃいけないなと思う。でもう一つね、小池都知事は本当ろくでもないね。自分の選挙のためにいくらでもこの東京都の巨万だよ、この財源を使おうなんていうね。まあ東京では実はこれからいろんな進路決めて、年明けになったら試験があるんだけど、小学校卒業して、公立の中学に行かない、私立中学に行く人って東京結構多いんだよ。結構多いの。これで今度は高校も完全無償化っていうのを都知事は打ち出したわけだ。完全無償化してもさ、鈴木は所得制限をつけるべきだと思ってる。今の所得制限も高すぎると思ってる。だいたい少子化が進むんだから、学力程度の低い私立高校なんていうのは淘汰してなくなっちゃえばいいんです。潰しちゃえばいいんですよ。ついでに言うと、程度の低い大学も叩き潰しちゃいいんですよね。普通科高校なんか行ったってしゃあないでしょ。職業訓練した方がいいよ。鈴木は本当にそう思ってる。で、公立小中学校では教員不足ですからね、今。担任の先生がいないとかね。実際、うちの孫のクラスなんかとずっと担任いなかった。途中でね、鈴木の地元の学校で途中で先生が辞めちゃったとかね。本当、学校の先生大変だと思う。でも、小中高校で、東京都は、2000人からの学校長を抱え、そんだけ学校がある。そのうち1割200人が先生、給食です。給食、不登校。校長先生が来てない。ね、日本病んでるっつうのかさ、おかしくね、本当に。で、この小池都知事の愚策ね、ここの先に何あるのかというと、まあ、一つは、自らの来年の都知事選への金のばらまきですよ。で、都議会がこれをストップしないのも、そんなことしたら自分の票がなくなっちゃう、評判悪くなるから、だったらばらまきに便乗しようということでしょ。財源はあなたたち都民の税金ですよ。いいんすかね。で、社会に不要な学校と教員の雇用を確保して、ね、ここが問題なの。教員の雇用を確保するために、
移民の子供、外国人の子供まで無償化して学校を維持する、 教員の就職先を維持するってことでしょ。私立高校をぶっ潰して、公立の先生やらせりゃいいじゃねえの、ね、何が無償化だよ、程度の低い私立高校をぶっ潰せって。そしたら昔の鈴木だったら行くとこないよ、それでもクビになったんだからね。だけど職業訓練校でも行けんじゃないの、大学行く必要ないんじゃないの、ね、所得制限設けて、高額所得者にはしっかり学費を払わせる、それが富の再配分です、それが政治の役目なんです。小池都知事がやってることは政治家がやることじゃないんだよ、ね、来年の都知事選のためにやってるの。私学は助成金と外国人頼みで維持されてる、都民の税金に、誰のために払ってんだっつうんだよ。ね、おかしいでしょ？小池都政の失策ですよ。ね、都議会議員、よく考えて、国会議員も市議会議員もおかしいぞって声出すべきでしょ？票が減っちゃうから出せねえか。今年選挙やったんだからいいじゃねえ。4年後までないんだから。ね、都民の皆さん、ほんとよくよく考えた方がいいですよ、こういうこと。本当に考えないとおかしくなるよ。鈴木もね、3人育てるの大変だった。大変でしたよ、本当。大学の学費なんて高いんだもん。だけどそれが終わってほっとしましたけど、やっぱりそういう思いというのも大切ですよ。で、払える人は払えるの。お金のない人に負担しろじゃないよ。また今少子化の時代だから、少しでも子育てをしている人たちのサポートは必要だよ。完全無償化なんつうのはいらないっつうの。金持ちには払ってもらいなさいっつうの。ね。今、給食費の無償化も進んでますけれども、これだって私立高校は無償化じゃないでしょ。あ、私立小学校、中学校。不平等ですよ。平等原則に反する、これは。ね。こういうことも含めてね、鈴木は、都民によくよく考えてほしいと考えております。誰もが反対しづらい独善的な正義ってやつですよ。この裏には利権や思惑がね、必ず潜んでいます。皆さん気をつけてください。こういう小池都知事のソーラーパネルやったりだよね、こういうばらまき都政やったりだよ。本当ね、子供一人5000円ずつ、これもばらまきです、ね、予算はいっぱいあるから、東京都は金があるから、だからって使っていいのか、おかしいぞ小池。